ドゥカーレ宮殿は、イタリア語で、総督や公の宮殿のこと。英語からのわけで、ドージェグーと呼ばれることもある。本記事においては、ベネツィアに所在するものについて記述する。ベネツィアのドゥカーレ宮殿ドゥカーレ宮殿は、ベネツィア共和国の総督邸兼成長であった、建造物、ドージェの皇帝であった。サンマルコ大聖堂に隣接した敷地に立つこの、ドゥカーレ宮殿は、住宅、 行政府、立法府、司法府、刑務所という複合機能を持った建物とされていた。中庭の北側面は、サンマルコ聖堂の外壁と接するようになっているでは、なかった。サンマルコ聖堂が、ベネツィア大司教の司教座教会となったのは、ベネツィア共和国滅亡後の1807年である。8世紀に創建され、12世紀まで宮殿として、使われていた痕跡が残っている。 1340年、ピエトロ・バセッジオとフィリッポ・カレンダリオのデザイン式の元で海に面した南側壁面から始められ、そして1424年からは狭い広場に面した西側の壁面へと継続された。聖堂と宮殿の間にはめ込まれた、聖地な造形の主門は建築家ジョバン・ボンとその息子、ボルトロメオによって1442年に作られたもの。そこには、 フランチェスコ・ホスカリ総監と思われる、彫像、不屈の精神、時世といった、聖堂のファサードで見られるような主題の彫刻が、設置されている。1536年以降には投票の間の、特徴的なバルコニーが、西側の中楼の上に追加された。この中楼は1574年と1577年の、火災後及び19世紀の火災後に修復されている。 世界の遺跡と名建築参考文献世界歴史建築大図鑑14世紀から16世紀にかけて現在の形に改修された。三丸小広場に面して建造され、運河を隔てて対岸の牢獄跡とため息橋で結ばれている。外観はゴシック風のアーチが連続し、イスラム建築の影響も見られる、細やかな装飾が施されている。現在内部は、 ベネツィア市民美術館財団の運営する美術館の一つとして公開されている。ありがとうございます。